そうですか。ゲイさん、あ、本当ですか。何してんですか、今。今はちょっと PR の商品を撮影してます、ね。ああ。それ専用のテーブルみたいな。あ、いや、もうこたつです、ね。ああ、はい。ちょっとなんか気になるんですけど、はい、いいですか。あ、はい。びっくりした。どんな感じ、どんな、あ、びっくりしました。びっくりしましたよ。はい。どんな感じなんですか、ね、これ。僕、家ですか。ええ。なんか、そうなんですよ。この、僕が4月、今年の4月からなんかちょっと、一大決心というか、古民家に引っ越しまして、はい、一軒家を借りて、山の中に、はい、そうですね、冬寒いですよね。いや、そう、初めて迎える冬、めっちゃ寒くて、今日はあれを買いました。ストーブとか使ったらダメなんですか。あ、いや、そんなことはないと思いますね。うん、けど、なんせ寒い。掛け軸が、はい、掛け軸、あれもグルメのインスタの方からいただいたもの。君の家にはこれが必要だみたいな感じですか。いや、なんか元々なかったんですよ、掛け軸が。はい。で、なんか掛け軸欲しいなと思って、インスタのストーリーでこう募集したら、あ、くれたんですか。くれよって言われて、ちょっとその和室にあった渋い感じで。おお。あれ、裏山ですね。そうですね。ありがとうございます。あ、このタンスももらったんですか。あ、いや、このタンスも元々あったんですよ。結構渋くないですか。渋いですね。ちょっと見てみます。はい、あ、いいですよ。何にも、バランスボールの小判が入ってると思ってるし、そくりが、いや、どこだったかな、このお宝鑑定団とかね、見た通りほぼ使っておりません、ね、これあれっすよね、昔の着物とか多分入れるような感じで、織物とか、はい、立て付けが悪い。なんか武家屋敷。おお、こんなん。え？何もなかったです。今初めて開けました。もし。あ、そうですそうです。開けたことなくて。この上は神棚とか。あ、そうですね。神棚が結構あるんですよ。あっちもあったり。おお、ちょっといいですか。はい、あ、すごい、これです。着物の。あ、ですね。今ほぼ何も入れてないですね。結構インテリアみたいな感じで、はい、ちょっといいですか。はい、ですよ。あ、こっち見ますか。あ、結構気に入ってて、ここが、ここは昔でいう縁側になってて、ちょっとあとはですね、これ自分で置いただけなんですけど、抜け落ちちゃったというわけじゃない。あ、じゃないですそうですね、ちょっと2色で。築年はどれぐらいなんですかね。わかんないですけどね。だから肌感というか60年ぐらいかなと思ったり。彼女募集中ですか。あ、彼女募集中。どんな感じの人がいいですか。どんな感じの人がいいか。なんかこういう自由な人を許してくれる人。お酒の瓶とかですね。何歳ぐらい対象ですか。年齢ですか。どうなの。なんか僕は30なんですけど、どうしよう、25から35ぐらいで。二十歳とかダメなんですか。二十歳、そうですね。今妹がそのぐらいだから。外国の方は、あ、外国は、けど、いいんじゃないですかね、外国。なんかよくありますよね、はい、なんか30代ぐらいのちょっとワイルドな感じの人と、はい、古民家暮らしみたいな、フランスから来ましたみたいな。海外の人好きですよ。あ、本当ですか。僕もちょっと英語を勉強してたから。あ、そうですよね、はい、で、ごめんなさい、ちょっとめっちゃ布団があるけど、ここが一応あれですね、玄関入ってすぐに、なんだろうな、これダイニングみたいになるんだ、リビング兼ダイニングみたいな感じで、そうですね、もうここ多分8畳ぐらいだと思うんですけど、基本はもうここにいますね。もうエアコンが1台しかなくて、もう穴開けられないですね。エアコンが1台しかないから、もう冬は寒いんで基本はもうここにいて。うまい。こうですか、はい。ここがあれですね、キッチンですね、こんな感じで。どうぞ。いいですか。あ、どうぞ。あ、懐かしいですね、この昭和のなんかの。そうですね、水屋っていうんかな、今ごめんなさい、カメラのそういうのが。あ、かっこいいですね。感じで使ってないですね。この辺とかも。はい。じゃあキッチンで、はい、上でもなんか入れてるんですよね。あ、そうですね、
収納が結構ありますね。うん、ここは何だろう。今あんまり綺麗じゃないですね。あのゴミとこ、あーなるほどね、手がついたんだ。はいはいはい。これは、ここは何ですかね。ここトイレですね。トイレも映しますか、はい、あー綺麗な感じですね。そうですね、新しくしてくれたんだと思いますね。ここだったらやっぱり踏み取りですよね。踏み取りになり、まあそうです、まあその辺はね、ありがとうございます。ちょっと、はい、なんか上もあるらしいですけど、あ、2階あるんですか。2階というかちょっと一瞬お風呂もいいですか。あ、いいですよ。ここが、あの、だから洗面脱衣場って。おお、ここなんかちょっと最近のね、ここと、洗濯機はちょっと最新というか、どんな感じですかね、ちょっと見てみます。お風呂はもうほんと5円風呂みたいな、そうそう、こんな感じ、あんまり綺麗じゃないか。あ、でも、あれですよね、モンキーで倉庫みたいなのあるんですよ。後でちょっと多分あっち、あ、わかりました。後でちょっと行きましょう。え、いいですか。2階もあった。2階がちょっとこう階段急なんで気をつけてください。昔ながらですね、そうですね。竹林が近くて、あ、すごいですね、はい、結構ヤモリとかが多いです。あ、うん、ちょっと掃除しないといけないですね、これ。そう、屋根の、ね、見ますか。いいですか。これも2階の趣味部屋。趣味部屋、アイドルの、そう、アイドルってことですか。いやいやいや、あ、違いました。びっくりしました。アイドルが、アイドルの、アイドルの趣味部屋。そうですね、僕音楽が趣味だから。あの、で、6畳かな、畳6畳、6畳で音楽したりとか、ちょっとこうバランスボールトレーニングしたり、これは何ですかね。これストレッチボールですね。あ、このトレーニング、これはなんかスクワットのこう、あ、座っているやつですね。すごい、ギターも、ギターとピアノと、はい、向こう側も外っていうんですか。あ、そうです、あっちの竹林で雨戸がついてるんで、真っ暗にもできます。あ、はい、あ、ここもですか。あ、やりましょうか。はい。お、なんか居酒屋みたいな。いいでしょ。夜こう一人でちょっと真っ暗闇で、はい、ギター弾いたりですね。苦情とか来ないんですか。あ、まあギターもそんな大きい音で鳴らさないですね。これがサラダ株。あ、結構多分もうね、ちょっと最近面倒見れてもけどだいぶ大きくなってるんで、ちょっとそれ行ってみますか。お、立派な、良くないですか。立派な、はい、サラダ株、はい、株1個と、あ、もう2個いこう。そうですね。これが、あ、これは桃の助、甘くてジューシー、皮がもう、これはまあ株とかそっち系だったと思うんですけど、これ見てみよう。まとまってますよ。これも今日食べようかな。いいですか。まあでもこういうのが好きな女性を求めてるみたいな感じですか。
求めてるから理解になるよ。そうっすね。ここがあれですね、まあ、倉庫みたいな感じで、はい、あ、もうこれも自分で。そうですね、家を補修というか補強したり。あ、です。これから天井とかがちょっと古いところに板を張ったりとか、あとまあこの気力関係を置いたり、台を作って。あ、そうです、そうです。こういうのをこう天井に張っていこうかなと思ってて。なんかあったかいですね。あ、まあまあ今、ね、なんか横風がそんなに入らないよね。そうですね、なんか昔ながらの。ハナさん、ありがとうございました。ありがとうございました。視聴者さんが、ね、はい、ハナさんのこと好きだったらどうしたいですか。そうですね、なんかどうしたらいいですかね。もう探してください。はい、もうインスタやってるんで、ぜひダイレクトメールよろしくお願いします。ありがとうございます。でも頑張ってください。はい、ありがとうございます。帰ります。急に、急にやって。もう十分ですよ。ありがとうございました。頑張ってください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。